こんにちは。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon 輸出、気をつけたい5つの致命的ポカミスということでね、つい先週かな、動画、記事をアップしたんですけど、11月入ってね、初めて登録した会員さん、今までと登録の方法とか手順がかなり変わってます。でね、今登録、正直、まずやってみましょうみたいな感じで登録してね、わかんないところを適当にやると、これどうしようかなという間違いを起こすことがあるんで、まあ本当に登録はね、焦ってもしょうがないんで、慎重に一個一個確認しながら進めてください。で、まあ、ナビするんでね、確認しながら進めてって、ナビさせてもらえば何の問題もないんですけど、これね、まあこれでいいのかなと、ダメだったらまた連絡来るだろう、Amazon からなんて形でやってると、下手すると登録できなくなることがあるんでね、アカウント登録、確認をしながら慎重に進めてください。それから、今までサポートね、受けてきた会員さん、特に注意点がありますね。購入者からの問い合わせの返信。これね、かなりこの情報のやり取りに関してね、Amazon のシステムが厳しくなってますので、そんな対応するのと、ね、一見思うような、大丈夫なんですか？それみたいな返事をしないと逆にまずいケースになることが多いです。ね、前あった、問い合わせと一緒だから前と同じ返事をしようというふうにせずね、Amazon あるいは購入者からの問い合わせに対しては、全部確認してください。で、これね、マニュアルサポートでもチャットサポートでも、個別サポートはもちろんね、マニュアルサポートでもチャットサポートでも全部この問い合わせの返信はサポート内容の中に入ってますんで、遠慮せず、まあ、こんなことまで聞くのもどうかなというのもね、全然お構いなしに聞いてください。まあ今ね、おそらく Amazon 輸出、これ自己流でやってる人はね、普通に常識で判断してやってるとアカウントなくなる人がね、続出すると思うんで、ライバルはまあ今も少ないですけど、今後も多分ね、そんな増えないと思います。ということはね、きちんとしたやり方を取ってれば非常に稼ぎやすい状況がね、続くということを考えられるんでね、一見めんどくさいようなんですけど、サポートを受けてる会社にとっては追い風なんで、まあ、しっかり確認しながら、Amazon 輸出で、どんどん稼いでいってください。また、こんな場合はどうでしょうと、ね、この連絡で、この返事でいいでしょうかというのはね、お気軽に、どんどんご連絡、ご相談、確認してください。連絡お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。